エースを解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース！敗北者取り消せよ今の言葉。人生じゃありゃせんか。親父を俺たちに行きましょうか。おめえに親父の偉大さの何があるエース、おっさんに言われたろ、やんなきゃダメだ。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらい向きじゃろ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ！ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ロギア！そうじゃん。やめろー。もう生きることは諦めんかい、バカタレが。流星アラミシアの能力でわしに勝てはせんわ。わけにはいかん。ドラゴンの息子を。よう見それ。
わしに勝てると思うとるんか。うわといじゃない。どいつもこいつも邪魔だ。リベレーション。シャンブレス。悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらねえ。トロー。てめえも。俺の邪魔をするのか。神妙にしな。ゼハ、惜しかったな。
俺の邪魔はさせねえ。消えろ。本気を出そうか。これならどうだ。仲間がいる限り俺は負けねえ。もう俺の糸からは逃れられねえ。そろそろ終わりにしてやる。ようやく追い詰めたぞ、ジョーカー。おいおい、この程度で俺を倒すつもりか。うるさいと。トラオ、しまった。仲間を盾にされちゃ手も足も出ないか。よっ、惜しかったな。だがそろそろ死ね。年貢の納め時だな、アンちゃん。いけるか、ルフィ。ああ、ルフィの退路を確保するぞ。あいつは必ず勝って帰ってくる。
よっぽど死にてえらしいな。弱えガキどもが束になってどうするつもりだ。ん？そうか、お前、あの大名の家臣か。いかにも。お主を討つため20年の時を超えてここに参った。亡き主君おでん様の無念、今日こそ晴らしてくれる。なめられたもんだな。おろろろろ、おい、そこの小僧、あの時のガキだな。覚えてるよな。俺との力の差もわきまえず、大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ。あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ。てめえら、覚悟はできてんだろうな。全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやる。俺に立てていたこと地獄で後悔しやがり。今度こそ勝つ。俺たちが相手だ。するだけだろうな。俺たちはルフィ先輩を信じてできる限りご支援するべ。攻撃に巻き込まれるぞ。撤退しろ。その程度の力では仲間一人も守れねえだろ。自らの無力さを思い知れ。よっ、まずい、早く止めねえと。なんだあの攻撃は。あれを食らったらまずいな。キングコングか。アルバリン、ウェバイソン、よっ、そのものキングコングか。
お前は俺が殺してやるよ。はいはい、舐めすぎなんじゃねえのか。奴の隙をついて一気に勝負を決めるしかねえな。私に任せて。しときなさいよ。この構造が！